はいどうも、アイリスラーメンの山口です。リゼロ第14巻、やっと見終わりました。うわぁ、感動だわー。いやー、今回は良かったね。だんだん巻を重ねるごとにすごく良くなってます。うわ面白い。めちゃくちゃ面白いです。で、今回14巻の感想動画になるんですが、ネタバレ含みますので、ネタバレしたくないよっていう人は動画をストップしてください。そして、アニメの第2期に、繋がる内容になりますので、ネタバレ、すごく嫌だな人はぜひ、見ないでください。アニメをね、見てる人は、まだこの内容全くわかんないのでネタバレになりますのでぜひストップしてください。それでは第14巻の感想いきましょう。まずね、いろいろメモしたんですが、氷結の絆、ありましたよね。氷結の絆よりも過去の話がね登場します。まあ見たら、表紙を見たらわかると思うんですが、めちゃくちゃちっちゃいエミリアタンかわいいね。でこの表紙の女の人がフォルトナで、こっちがジュースですね。結構名前出てましたね、フォルトナとジュース。どういう人なのかっていうのがこの14巻で明らかになりました。フォルトナはエミリアの父の、妹でございます。エミリアのお父さんの妹ということになってます。ただお母さんのようにね、エミリアの本当のお母さんではないけど、お母さん、育ての親という感じで、なっていますね。まあもうこのね、話見たらもうお母さんでいいだろうっていう感じになるんだけど、すげえ感動すんだよ。めちゃくちゃ感動した。もう泣いたわ。俺あんまね、本当にね、他のアニメの話になっちゃうんだけど、過去編ってあんま好きじゃないんだけど、いや、リゼロってすごいね。過去編でも泣けるし、めちゃくちゃ面白いです。で、あとはね、アーチっていうお兄ちゃんみたいなやつがいるんだけど、そいつのね、話も感動したわ。もう、あんまりね、登場しなかったんだけど、フォルトナとかジュースよりは登場しなかったんだけど、それでもね、すごく、キャラのいいお兄ちゃんみたいな存在のアーチっていうエルフがいました。すごく良かった。まあ、これはね、エミリアの過去の、試練の、第一の試練の話なんですけど、すごくね、良かったです。あとはね、この世界に、エミリアの、部屋に、妖精の本があって、その妖精の本、妖精が、まあ、こっちの地球の世界の妖精って、すごくいいイメージなんだけど、この異世界の妖精っていうのは、邪精霊って言って、あんまり良くないイメージで使われるんだけど、その、いいイメージの方の妖精で使われている本があったってことなんですが、それねちょっと気になりましたね。まあ、地球の本が置いてあったみたいな、異世界ではない、このエミリアたちの世界ではない本が置いてあったっていう感覚になったんで、ちょっとね気になったなっていうところですね。で誰が持ち出したのかっていうのが、多分スバルの先祖とかそういう異世界に召喚された誰かがそういう本を書いたのかっていうのも、想像したけど、まあそこはねまだ14巻なんであんまり考察はせずにやっていきたいなって思います。であとはね、魔女教滞在司教強欲レグルス、はい2期にね登場するレグルスでございます。もうね見た目ねちょっとかっこいいなと思ったんだよ最初。ただこのレムのこともそうだし、今回のこともそうだし、めちゃくちゃ嫌いだわ。性格の悪さと強さ。超、もう、ラスボス感がすごいんだけど、ラスボスではないんだけど、超強敵感がすごくて、まあ、戦いの中ではね、すごくかっこいい戦いをしてくれるんだと思うけど、めちゃくちゃ嫌いだわ。性格と強さ嫌いだわ。で、あとはね、ベアトリスの話もありましたね。ベアトリスと、ロズワール、先祖のロズワールと、あとエキドナとリューズさんの話、リューズ・メイエルの話ですね。この4人の過去話があって、そこで、まあ、お母様お母様っていつもベアトリス言ってるんだけど、そのお母様的な存在、ちゃんとした母親ではないんだけど、お母様的な存在がエキドナっていうことが判明しました。いやこれはね、予想はしてたんだけど、まあやっぱそうだったのかっていう感じだね。でロズワールの先祖、先ほども言ったロズワールの先祖のロズワール・エル・メイザースっていう名前じゃん、今のロズワール。この先祖のロズワールの名前がロズワール A メイザースだったんだよ。だから ABCDE ってアルファベット順になってるのかなって思って、で L っていう、ね、ちょうど真ん中あたりの位置にいるロズワールですよね。であとはね、ここからねちょっとね7つの大罪とまたなんか過去の7つの大罪はもともと9つだったよみたいな話になってって、憂鬱の魔人ヘクトールっていうやつが出てきたんだよね。魔女じゃなくて魔人が出てきました。魔人、うわー、ここどう、魔女の位置にいるのか、それとも魔女より下なのかどうなのかっていうのがちょっと気になるところなんですが、まあ、魔人っていうやつが出てきましたね。憂鬱の魔人、憂鬱の魔女でもよかったけどね、魔人がいるってことは他にもちゃんと強欲の魔人とかいんのかな、エキドナの男バージョンみたいなやつとか、まあわかんないけどね、魔人が出てきましたね。でこのエミリアの過去のところで巨食の魔女パンドラが登場しました。パンドラね、なんかいいやつかなーって思ったんだけど、結局はねやっぱ魔女でしたね。魔女っぽいわ、本気で魔女っぽいなと思いました。パンドラめちゃくちゃ可愛いんだけどね、服もなんか後ろにね設定みたいなのが書いてあって、デザインの設定なんか布を1枚しか着てなくて、あと全裸なんだよね。この設定の絵を見ると全裸です。全裸やばいね、超可愛いよ、超可愛い。ただやっぱ魔女で悪い感じがします。で一番気になってたこのジュース、見た目がなんかペテルギウスみたいだなって思ってたんだけど、やっぱりねこの本を読んでみたら、ジュースはペテルギウス・ロマネ・コンティだったです。でなんか黒い小箱を開けてフリューゲル様に許しをみたいな、いやーなんか許してくださいみたいな感じでやってたんだけど、黒い小箱を開けてそのままなんか胸にやったみたいな、あれが多分邪精霊かなと思って、それで精神が崩壊してったっていうのがあって、ジュースはめちゃくちゃいいやつだ。めちゃくちゃもう今のペテルギウスとは考えられないほどめちゃくちゃいいやつだったんだけど、この邪精霊のやつを受けて魔女因子が入ったせいで、とてもね狂ってしまったっていう感じですね。声優どうなるんだろう、ジュースの時の声優はどうなるんだろう。多分魔女因子を含んだ状態のペテルギウスは絶対松岡さんがやると思うんだけど、義継さんがやると思うんだけど、このジュースだけの状態の時はどうするんだろう。まあ多分やってくれるとは思うんだけど、めちゃくちゃいい声だしね松岡さんだからね、やってくれると思うんですけどね。松岡で合ってるよね、ちょっと調べようかな。ペテルギウス声優ちょっと間違ってそうな気がする。あぶねえ、松岡さんだ、よかった。松崎さんかなとか岡崎さんかなっていう、なんかふわっとした感じだったんで、すいませんね、松岡さんです。すごくねいい声を出しそう。他のアニメだと「のげのら」とか「ソードアートオンライン」とかのキリトとかの、声優もやってるんで、めちゃくちゃいい声出るんで、このペテルギウスじゃない時の声がめちゃくちゃ聞きたいですね。であとはね、氷結の絆でみんなね氷漬けになってたんだけど、あれをね氷漬けにしたのは怒り狂ったエミリアだったっていう、まあ エミリアがみんなを嫌いでやったわけではなくて、そのフォルトナお母様が、やられてしまったその怒りに狂って我を忘れてやってしまったみたいな感じでなったんだけど、まあ、それの原因がエミリアだったっていう、まあ、本当の原因はまた別なんだけど、やったのはエミリアだったっていうことが判明したんでね、面白かったです。いや、そうだったのか、つながったね、話が。で、あとはね、エミリアの本当のお母さん、まあ今言ってるけど、フォルトナは、育ての親で育てのお母さんで、本当のお母さんがいると。で、本当のお母さんはエキドナが知ってる。なんかね、やっぱサテラっぽいんだけど、嫉妬の魔女っぽいんだけど、瓜二つの顔だし、嫉妬の魔女っぽいんだけど、なんか違うような感じもすんだよね。嫉妬の魔女だったらもうさ、サテラの顔が出た時点でもうお母さんですよみたいな感じで言えばいいんだけど、違うから、やっぱなんか違うんだろうね。嫉妬の魔女じゃないんだろうね。で、あとはこの中でこの後ちょっとメモが追いついてないや。ロズワールとラムとパックの戦いがあって、それはまだね決着ついてなくて、今戦いますよみたいな感じなんだけど、でもう一つガーフィールとエルザの戦い、あとベアトリスをスバルがどうやって救うのかっていうところ、あとメイリーが今のところ立ち位置がどこにあるか分かんなくて、いつ屋敷を襲うのか、それとも村を襲うのか、村を襲った場合オットーと戦うことになるけど、どうなるのかっていうのが15巻で気になるところですね。今は14巻ここまで来ています。で、あとはね、一番名ゼリフだなって思ったのを一つメモしてあるんで、ガーフィールがエルザの攻撃を止めた時に言ったセリフで、大将の話じゃ攻撃は最大の防御って言葉があるらしいって言ったのが、うわ、かっこいいと思った。そういう感じですね。まあいろいろね、もっとね詳しく話したいんですけど、とりあえずこんな感じで14巻読んでみました。めちゃくちゃ面白いです。いやー、ほんとよかった。早くね15巻読みたいです。という感じでね、いつも寝る前に読んでるんで、もう眠いっす。はい、ではね、今日の動画ここまでです。リゼロ面白いのでぜひ見てください。2期のアニメもやるのでぜひ見てください。それでは今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。